アルファルーク・アミヌは、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身のバスケットボール選手、NBA のサンアントニオスパーズに所属している。ポジションは、スモールフォワード、パワーフォワード。2005年、アミヌは高校を転校したため、2年時に公式戦でプレーすることができなかった。翌、シーズン・アミヌは1試合平均13.7得点、9.5リバウンドを上げて、 ガニラワルと共にチームを引っ張り30勝3敗の成績を上げて全米12位に高校をランクさせた。さらに翌年は平均23.1得点11.2リバウンドを上げてチームは29勝2敗全米6位にランクされた。アミヌはミルウォーギーの BMO ハリスブラッドリーセンターで行われたマクダナルズオールアメリカンゲームに出場。 その後ジュニアアメリカ代表に選ばれたアミヌはナイキフープサミットで世界選抜と対戦。ジョーダンクラシックゲームでは13得点12リバウンドの活躍を見せた。2008年アミヌは全米の各大学から注目を浴びる存在になった。ライバルズ .com は7位に、スカウト .com は13位にアミヌを評価した。高校卒業後ウェイクフォレスト大学に進学し、 一年生時に0回、ダブルダブルを記録。一年生選手として、得点では、カンファレンス2位の13.0得点。リバウンドでは一年生、トップ、カンファレンスでも6位となる1試合あたり8.3。リバウンドをマークし、ACC のオールフレッシュマンチームに選出された。この年はミルハ週間最優秀フレッシュマンに5度、選ばれたが、これは、ウェイクフォレスト大学の選手としては、 ロドニー・ロジャース、クリス・ポールに並ぶ大記録であった。2年次には、同大学選手としては1997年に、ティム・ダンカンが記録して、以来となる20リバウンドを上げた試合もあった。シーズン終了後、2010年の NBA ドラフトに、アーリー・エントリーを表明した。2010年の NBA ドラフトにおいて、ロサンゼルス・クリッパーズから全体8位指名を受けた。 2011年12月14日、クリス・ポールとのトレードでニューオーリンズ・ホーネッツに移籍した。2014年6月29日、ダラス・マーベリックスと契約した。2015年2月20日、タイヒューストン・ロケッツ戦でシーズン最高となる17得点12リバウンドを記録した。2015年7月1日、ポートランド・トレール・ブレイザーズと4年3000万ドルで契約した。 移籍 1>, 1年目となった2015から2016年シーズンでは、全試合スターターとして出場し、プレーオフ1回戦のクリッパーズ戦では30得点、10リバウンドを記録するなど、ブレイザーズ躍進に大きく貢献し、自己最高の成績を残した。2016から2017年シーズンはベンチからの、プレーが増え前年より3ポイント成功率が大きく、下がり、 前年を下回る成績となった。2017年2月9日のボストンセルティックス戦ではキャリアハイの26得点をマークした。2019年7月6日にオーランドマジックと契約した。2019年12月1日、オーランドマジックはアミヌが右膝の半月板損傷を患い、無期限休場することを発表した。2021年3月25日、 ニコラ・ブーチェビッチと共に、ウェンデル・カーター・ジュニア、オット・ポーター、及び2つの将来の第一ラウンドのピックと引き換えに、シカゴ・ブルズに、トレードされた。2021年8月11日、デマー・デローザンと引き換えに、サデウス・ヤングとドラフトピックと共に、サン・アントニオ・スパーズに、トレードされた。長いウィングスパンとフィジカルを備えたコーディフェンダーで、 細身の体格ながら大柄な選手とのマッチアップも多く任されている。ブレザーズ遺跡後は3ポイントの品げ回数が増加し2015から2016年シーズンには前年を大きく上回る128本を成功させた。2007年3月、女性に対して車から BB ガンを撃って怪我を負わせ逮捕された。初犯であったアミヌが執行猶予付き。 社会奉仕120時間を命じられた。ありがとうございます。